いやマイクが帰ってきた。あのマイクじゃないよ、あのチャラオマイクじゃないですよ。はい、ということでこんにちは、ブルーホースでございます。こんにちは、こんばんにちは、ね、はい。前回なんですが、ナイフクリアをしようって言いながらね、もうカンパーとフォトネームも全然ナイフを使わずにね、もうハンドガンボッコ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 やっているっていうところなんですけど、なんか若干チャオ、違う、若干チャオってどういうことだ、なんかボコ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 言ってるんですけど、まあなんとかなるということで、今の話信じられるか、行くしかないよね。いやー、足がたくましくなっていくよ、どん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 、体とともに。さあ、振り返ったおっぱい。あ、振り返りおっぱいがない。あ、おっぱい見たい方、ぜひチャンネル登録ボタンとグッドボタンお願いします。うい。そうそうそう。なんかね、今回のね、アシュリーね、ぴったしじゃなくてね、本当に自由人なんだよね。いやー、かわいいかわいい。あ、うじじじじじじ。そうです、車線から本当に逃げようと しないでよ。でも、あの、まあ、車線から別に逃げてもいいけど、車線から逃げたら。で、ここで、あ、チョキーンってやってたのはいい。そうなんだよね。で、今回ね、マジでね、修羅場チャプターなんですよね。まあ、皆さんがあのご存知の通りで、手入れを怠らねえのは関心だ。一時が万事だぜ。よし、これもカット買える時に買うってのが賢いやり方だ。そう、修羅場パートなんですよ。何が修羅場なのって思われるかもしれないけど、あの、ハンドガンを使えないっていうところから、まあ、思いっきり使ってんだけどね、あのナイフクリアを頑張って目指そうってやってる中なので、まあね、アレスは、なんか、恐竜を絶滅させた原因の一つになっているものをどん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 、やってくるやつらがいるんだけど、そう、そいつらがさーねー、いっぱい待ってるよね。これでもこっからまあ無理か。ズン、何かがいる。中庭はあの奥か。いや、突っ込むべきとこはそこじゃないんですよ。歓迎って感じじゃなさそうだな。そう、突っ込むべきはそこじゃなくて、あれ、あいつ正門でお出迎え。エルヒガンテの乳母じゃねっていうね。そこをぜひ突っ込んでいただきたかったけど、まあ、そうはいかんぜよっていうところですね。で、さあ、まず第一関門なんだよな。てか、こいつらってさ、言ってるけどさ、声を立てるな。ヌー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 、声を立てるんだけど、思いっきり視界に入ってるけど大丈夫かな。で、まず第一関門は、そうなんだよな。ドゥン。で、あれここなんもなかったっけ。ここは何もない。ただのレオンのドアップ。今、首がグリングリしてたけど大丈夫か。で、慎重に行くと思いきや、無理。やばい。そこそこでアシュリーがやった。あぶり。よし。プレゼント for you。ラ。丸飲みはごめんだ。丸飲みされるか。ちょ。あれこれクラップで。ただのけぞってるだけか。危ない。そう、これで一発でやられるから。アシュリーそろそろ立ち上がって。よし、オッケー。で、あれ。なんか今表示が出てきたのに、ぬん。表示が出てきたのに、全然あれだったね。よし、危ない。ショートナイフか。ここで初めてショートナイフか。アシュリー。あれ、アシュリーってなんかこれ自然治癒するんじゃなかったっけ、回復するんじゃなかったっけ。あ、だよね、ほら、立ち上がった。なんだ、自分で何とかできる。余裕さ。本当に？もう僕、慌て散らかしてしまったんですけど、大丈夫かな。で、ドゥン。で、ここ、あれ？違う、ここはねえんだ。ちょっと待って、背中。え、何かいる？なんだ、あなたか。思いっきり入ってきたけどね。よし、でん。そう、あのマイク新調できました。はい、なのであのマイクのその一応設定はしたけど、設定ミスさえしていなければ多分大丈夫なはずで、さあたくさんの人たちがお出迎え。どうした、顔が骨になってるけど。骸骨。よし、お姉ちゃん来た。今までババアばっか相手だったからさ、やっぱちょっとお姉ちゃんともやりたくてさ、お姉ちゃんともって言ったらなんかババアとやってきたみたいになっちゃってるけど、まあ、ほら、やっぱいいよね。うん、プルプルしてる。なんだろうな、ここ髪の毛禁止なのかな。つまり髪の毛の生えてるかどうかの分かる邪教徒っていなかったよね。よし、じゃあ行って、ジューン。危ない。あー、いいえ、スター。このムービーがある前に、ちゃんと二人体制なんだね。
当たったら死んじゃう。あーちょっと待って、本当に死んじゃう。当たったら、当たったから死んじゃう。はい、ペペペペペ。いや、危ない危ない。死んじゃって死んじゃって死んじゃって。おめ死なねえのかよ。ほい、顔。あ、ててててててて、燃える燃える。ぐんぐん燃える。チュキン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 。オッケー。で、こう。え、あれ、ここさ、向こう側にさ、あれいなかったっけ。あれ、ボーガン太郎は、ボーガン太郎。またなんかキー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 いける。気のせいか。で、こっちに。大した歓迎ぶりだ。大した歓迎ぶり。ほい。あ、ぶれ。あ、ちゃって、なんで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 。出なかったぞ、今。多分出なかった。ふるりゃ。あ、ちょちょ、はず。ダサ。外した。ほい。ほっ。ちょちょ。あ、キャーって。おーおー。エージェントが目の前にいるのに無視して走っていくのかよ、貴様は。え？何にしてる？あれ、こいつらってウニウニするっけ、こいつらさすがにウニウニしないか。で、慎重に慎重に。飛んできた。オッケー。よし、行くぞ。走れ。走れ、走れ、走れ、走れ。で、こいつ、後ろから。あっ、危ない危ない危ない。危ない危ない。お手手外して、お手手外して、お手手外して。ブリャッキャーッ、立ち上がる。ああ、ウニウニすんのか、こいつ。ウニュウニュ禁止、ウニュ禁、オナキン2号みたいな、2号、オナキン2号ってなんだ、あっち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 、あっ、ああ、ああ、これはやばいかもしれないぞ、お、え、終わった？ですよね、ですよね、さらわれてった、え、どうなったどうなった。わーってさらわれた、それとも、あ、違うの、トラワアシュリー、ちょ、どこ行く、今どういう状況、え、アシュリー、はい、レオンです。はい、レオンこっちです。ちょっと待って、ちょ、やばい、そう、あ、壮絶にエッチなことされてる、あー、どこに連れてかれたんだろうね。あれこのゲームオーバー初じゃね？ん？なるほどね。そういうことになるのか。はい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 。了解です。ちょっとまあ、密室で美人がさらわれると一体どうなるかっていうのはもうね、やることって言ったら一つしかないよね。やられてる側なんですよ、私。違う。で、ここはまた倒し、ところから、とかそもそもさ、ボーガン撃ちまくってたやつらどこ行ったの？てか、撃ちまくってはないか、ボーガン撃とうとしてたやつらどこ行ったんだろうね。消えてなくなったけど。ドゥン。あ、こっからなんだ。それはありがたい。倒したところからなんだ。えぇ、痛いー、あ、イエスだー。あ、イエスだ。ピン。貴様らの出番などないんです。当たったら死んじゃう。えってー、死にかけてるけど、なんとか生きてる。あぶれい。サファイア、サファイア。え？ああ、生きてんだ。燃え盛ってくんないかな。燃え盛って。ドン、オッケー。しぶと。しかも一瞬で吹く。一瞬で吹く。あちゃ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 、俺が食らうんかい、俺が食らうんかい。お前、あっち。なんかこいつ強えぞ。おら、ワクワクすっぞ。強かったね。こっち行って聞くと、向こうから敵が来ないんかい。ちょっと待って、あれ？アシュリー？ちょ、なぜそんな自らさらわれに行く？あーって、人のこと指さすなんて、そんな、お前、ぶしつけだな、この野郎。誰が、この野郎。ダメです。あれでも、あれ？こっち階段登ったら来る式なのかな。登りました。あれ、来ないね。じゃあ行っちゃおうかも。来ないだったら無視です。来なかったらキュンです。ドゥン。おお、なんでお前バレてんのかよ。やばい、カッキン。あれ、カッキンならねえ。顔、オッケー。あー、ちょ、あれ、顔面ナイフです。危ね、
で、どうなる？アウト。よし。よし。あっち、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 あっち。全然大丈夫じゃなさそうです。アシュリー。ほい、アシュリーおいでよ。あ、来た。アシュリー来た。アシュリー来た。こいつは使えそうだ。アシュリー。アシュリーどこ？キャーってさらわれた。ちょっと待って、ちょ。アシュリー？いる？アシュリー。あ、いたよかったよかった。これ上から来る？上からは、あ、なんだ。え、お前ら、一か弱いブルドーザーを扱える女子。クレーンか。クレーン車を扱える女子は、お前上から降ってくるのに。鍛えられているはずであろう。邪教徒は来ないのね。まあ、ちょっとここは、もうちょっと安全が確保できたからにしようか。こっち来る。どうしよっかなぁ、もう。でも、なんかここのタブーをね、やっぱ、ハンドガンのみみたいなのを言って、ハンドガンのみじゃない、逆。ハンドガンね、極力使わないようにっていうのをね、やっぱもうちょっと頑張りたいよね。ライフボー、おいで。あっつ。大丈夫だね。よしよしよし。でね、これの一個問題点はね、あれなんですよね。チュイーン。問題点はこれを発射したとて、おいって、あっち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 、え、ここまで燃え盛ってたっけ、ほい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 、あっち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 、キャーじゃない、キャーじゃない、てかめっちゃ燃えとるがな、めっちゃ燃えとるがね、助ける助ける助ける、よし、ちょ、やめて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 、どこ行くどこ行く、あ、いた、離して、助けるえ、そのところに扉があったの、マジっすか、わー、おっぱい、くそ、おっぱいがさらわれた、おっぱいさらわれた、どうしよっかな、いやー、でも、なんか、いけそうな予感はするんだけど、いけそうな予感はするけど、やっぱしゃあないね。ちょっと、出てくる敵に関しては、もう、あれだ。さすがにここをショートカットするためのあれは良くないのかな。で、こっから撃てなかったっけ？あー、いいえ、スタンダバッチャー。こっから撃てない、あ、撃てたね。来いよ、まず1匹目をおかわりしたい、あれ 2匹目無理か、あいつ何してた、来いよ、アールロス、スワルツネッカー、来ないんかよ、おい、走って帰るからの、あれ、あいてててて、あいて、なんで当たんのかよ、リーチ長いね、意外と、ほんとこのなんかこのおっぱい感がいいよね、このおっぱい感がいいね、ただちょっと目がね赤く光ってるのはさすがにねちょっと怖いよね、え、アシュリー、大した歓迎ぶりだ、そうなんだよね、あっち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 、なんかさ、そのなんか横に流れていってて、それでも当たるっていうのをやめてほしい、マジでちょっと辛いよねそれ、いやあ、チュン、おやすみなさい、あれさっきいなかったね君、怪我は大丈夫、本当に打てないか、こっちも無理か、よし、じゃあこっち行くしかないよね、おいで、あれ、あ、もうなんかもう毎回いらっしゃる場所が変わるから面白いよね、お手て外して、お手て離して、ふい、え、直接、おら、そんなの聞いてねえぞ、おら、ちょ、ダメです、いやー、直接変化すんな、ちょっとそれはあのあれですよ、倫理に違反しますよ、はい、これから倫理の話をしますか、レオンは平気です、あー、いるね、いるけど、あれだ、あれをどうも、これで OK です、やばい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 、なんかって、あっち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 あ
じゃあこっち行くかしかないよね。走る走る走る。おめえまっしぐらだな。ふい、残念でした。とで、その前にあいつは、あれ、あいつを破壊できるところどこだ。まあ向き的には向こう側からしか行けなさそうだけど、あれ、いなくない。走る走る走る。なんかなんかちょこ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 行ってる。下から来てんのかな。どっから来てる。本当に本当はこっからあれだね、行けばなんとかなるんだろうけど、まあいっか。じゃあ、いやー、そんな楽しちゃダメだよね、やっぱりね。コンセプト違反だよね。もうそもそもコンセプト違反してっからさ、お尻が気持ちよさそう、ね。コンセプト違反してんだから、せめて、普通に、プレイをしよう。よし、こいつは使えそうだ。こいつは使えそうだ。ね、攻撃したところと破壊したあれが違うんだ。よし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 。ちょっと待ってね。ちょちょちょっと待って、冬。で、ここはアイテム。あ、なんか向こう側にあるだっか。よし、オッケー。じゃあ、登って、登って、登って、回る。あ、そう。で、足元のこいつ。オッケー。ふい。ここはない。おって、やっちゃ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 お、あれを破壊する。あっ、違う。あ、なんか向こう側にいるな。おめえいたのか。あー、もうほんと女まっしぐらだな。女今さ、振り返ってみたらさ、女邪教徒はさ、こっちに向かってくるけどさ、男邪教徒は完全にアシュリーにまっしぐらいだよね。あれ、これはあれ、ないないね。どうやって倒すんだろう。じゃあ倒し方が分かんない。揺れる回る。え、あ、いたの。ほらほらほら、やっぱりまた男邪教徒じゃん。連れ去ろうとしてるの。ほらほらほら、おいおい、ほら、エロエロ邪教徒。それしか興味ねえよな、ほんと。え、ここに扉なんかなかったぞ。隠し扉でもあんのか、実は。それは残像だっつってか。くそだれい。ってことでこっち行こうか。もうさすがに来ないで。ほい。で、あ、来てるね、来てるね。来てるね。一発目。二発目。あ。めっちゃ来るやん。三発目。オッケーオッケーオッケー。で、これで、こっちやったらよかったんだ。これじゃないといけなかったね。あー、了解了解。いけたいけた。よしよし。え、まだいるね。女の子にこれ撃つのは忍びなーい。関係ない。やられたらやり返す。全米原始でー。ちょっと自らハードルを下げていくスタイルで。はい。ゆるゆるの、ぬるぬるでやっていきましょう。やるなら先に言ってよね。ぬれぬれ、ぬれぬれ。やるなら先に言ってよねって。え、何？いきなりもの？そういう話ではない。ちょっと、青い。あれ、全部取ったっけ？あ、じゃあ、まだミッション見てないから、あれか。全部やってないの、全然ね。まだどっか残ってたんです。ほいっ。んで、こっちも、ほいっと。あ、メダリオン。で、ああ、そうだね、そうだね。じゃあ、戻ります。もう、ここまでやったらね。ちょっと、ハンドガンの弾全然増えないね。逆にむしろ減ってんもんな。あ、そこか。ほい。あ、ちょ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 。オッケー、行って。当たった。当たった。宝くじー。あ、これ下のやつってやったっけ、俺。あれ、ここじゃなかったっけ。これなんか一周目の時も
あれあと1個がわからん、あと1個がわからんみたいなんで、くる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 回ってた記憶があるんだけど。違うな。大丈夫、可愛い声が聞こえてきた。なんなら一発やらないか。やらないか。あ、え、あった、あれか。あ、違うな。なんか今あったような。あ、あった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 。ってことはこっちじゃないな。間違えたな。下を。なんだ？なんかちょっと嫌な音が聞こえた。キューイン？ダイソン？って聞こえた気がする。オッケー、クリエイト。いやー、ありがとうございます。やるじゃん？やるじゃん？やるじゃん？なんかじゃんって。カンクローみたいな感じ。やるじゃん。来ないじゃん。置いてかれてるじゃん。おいでおいで。さあ、じゃあ、エロ城主様とお会いするのはこの次のパートにしよっかな。いいところまで来たもんね。ということで、オープン。うわっ。ねえ、なんでこれ女神逆に吊るそうっていう発想になったんだろうね。もう古いけど。で、ここで一旦は終われそうですね。はい。じゃあ、ちょっと待って、その前に。依頼はうまく。素晴らしいストレンジャー。他にはない一品がいろいろ揃ってる。ああ、ザスだぜ。ストレンジャー。いや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 。おっちゃんに会うためだけに俺。悪くねえ。ありがとうよ。で、トレードは、他なんかいるのあるかな。まあ、お金に困るな。なんだって俺たちがこいつ、それじゃあ、毎回廃品回収といいとこだね。どうせよ、それにとっちゃからくばしな。ごめんな、なんて言ったか、ちょっと全然話聞いてなかった。はい。じゃあね、一旦お宝だぞ。金じゃとても買えない。じゃあ、一旦ここでね、パートを区切りたいと思います。なんとか城内侵入できたということでね、最後まで動画ご視聴いただきまして、どうもありがとうございました。また次回パートでお会いできたら幸いです。チャンネル登録もよろしく。ではまた。